1996年の台風のデータ。台風の発生数は26個と、平年並みであった。199,601アシアン199,602.02ワットビリン1 9 9 6 0 3 0 4ダブルーコンシン 199,604.05W ダブリタン199,605.06 W199,606.07W199,607.08W 遺伝 199,608.09W グロリン 199,609.10W フアニン1996年7月24日午前9時頃、サイパン島の北東海上で発生。発生地点の緯度は19.0度で、比較的高緯度だった。台風は日、 フィリピンの東海上で超大型で非常に強い勢力に発達。なお、27日午後3時頃からの72時間、勢力は依然、中心気圧940ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルのままであった。しかしその後、先島諸島に近い海域で、さらに発達し、31日午前3時頃、合同台風警報センターによる解析で、 カテゴリー5に達した。台風は31日午後5時頃に最盛規勢力で沖縄県り表島付近を通過し、8月1日に台湾に上陸後、中国大陸に上陸。台湾上陸時は JTWC による解析でカテゴリー4のスーパー台風であった。そして2日、様子へ下流域にて熱帯低気圧に変わった。 19万 9610.12W19 万96 9611.14W19 万 9612.13W8 月6日に沖縄近海で発生後、しばらくは沖縄付近を南下するなど複雑な動きをしていたが、11日頃からは、震度を北寄りに変え、12日から13日にかけて沖縄本島に最接近。その後は発達しながら、 東、シナ海を北上し、14日10時頃に、中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルという強い勢力で、熊本県熊本市付近に上陸した。台風は、大分県国崎市を経て、周防灘へ抜け、同日15時には、山口県徳山市に再上陸し、中国地方を通過して、日本海に抜け、翌日6時半頃、 新潟県佐渡島を通過。9時には新潟県村上市付近に再々上陸した後、三陸沖へ抜けて16日に温帯低気圧に変わった。19 9613.18W、流進19 9614.19、W19 9615.20、W19 9616.23、 W マリン1 9 9 6 1 7 2 6 w o ん9月13日にフィリピンの東海上で発生後、勢力を強めながら北西の地北東へ進み、22日午前には強い勢力で八丈島の再開場を通過して、昼に関東地方を暴風域に巻き込み、午後には房総半島の東海上は北北東に進んだ。その後は三陸沖、 北海道の東海上を進んでいき、23日に千島列島付近で温帯低気圧に変わった。199,618.25W199,619.27W199,620.28W199,621.29W199,622.32 万万万万万 W199623.33W199624.36W199625.37W とやん 199626.42W ありがとうございます。